今朝10時半からね、このお店始まって、で10時過ぎぐらいに来たんですけど、まあ、その時にもお客さん結構来てくれてはって、皆さんが共通して言われるのが、福島県まで来ていただいてみたいなことを言ってもらうんですよ。あんまりそんなこと言われた覚えがね、あんまり他でないんで、嬉しかったですね。震災の影響でね、ニュースとかそういう映像でしか見てなくって、まあ、見てる姿としてはすごい辛抱強い、ね、姿なので、まあ、見てるじゃないですか。牧場でね、牛のね、乳を絞って捨ててる姿とかね、まあ、言葉でそんなになんか文句とかね、悔しい思いとかは言われないですけど、内心でそれ皆さん思っていることだと思うし、やっぱ日本人としてね、何かまあ力になれればと思うんですけど、やっぱすごく、ね、地震でね、こう日本人の良さっていうのがね、そのを代表してくれてね、示してくれたというかね、それやっぱりもう日本人がすごい誇れることだと思うんですよ。それは心の底から思いましたし、ちょっとね、で僕は遠く離れてる場所ですけども、心の底から後のね、映像を見てて、日本人が誇れるもんってね、今日本って元気なくしてるじゃないですか。でも誇れる部分ってそういうところっていうね、ところを示してもらえたし、頑張ってくださいという言葉もね、この他人事の言い方になるんでね、例えばその福島に行って実際人にね、接してその感動を受けさせてもらったりね、素晴らしいなと思ってる、感じてる人がやっぱたくさんいると思うんですよ。そういうものが少しでもね、ちょっとこう心の支えになればなとは思うんですけど、日本人は全員思ってると思います。はい。あ、そうですね。これで。